ソル泉のオーナーシェフの泉健介です。昔から料理が好きで、母と一緒にラーメンや寿司なんかを作っていたんですけど、まあ高校進学のタイミングで、まあ、やっぱり周りの同級生もうみんな進学するということで東京の大学に行くことを決めました。ただ大学時代はなかなか目標が見つけることができなくて、ちょっと迷走していた時期があり、このままではいけないと思って一念発起して料理の世界に入りました。いろんな料理に興味はあったんですけど、当時テレビでやっていた番組でイタリアンシェフがすごくかっこよく見えて、それでイタリアンの道でやると決めて、求人雑誌を見て、たまたま六本木ヒルズでイタリアで二つ星を取ったお店が出店するということだったので、まあ、未経験だったんですが、まあ、無謀にもチャレンジしました。ただやはり未経験ということで、そのグループ会社の中で、自分でもできるお店を当時の社長が選んでくれて、それが丸ビルにあったイタリアンのお店です。でそこでキャリアをスタートしました。もともと料理の漫画やドラマが好きだったので、料理の業界っていうのはすごく厳しいところだっていうのは分かってはいたんですが、実際入ってみるとまあかなり厳しくて、もう今のこの令和の時代ではなかなか言えないようなこともたくさんあって、特にやっぱ大学時代にかなり自由に生きていたので、そのギャップには本当に苦しみました。ある意味本当1年目は社会人の厳しさを学んだ1年と言っても過言ではないと思います。お恥ずかしい話、1年やってみてなかなか結果が出ず、後輩にも抜かれて、正直気持ち的にはすごく落ち込んで、自分に自信がなかったですね。なのでまあちょっとネガティブな理由になるかもしれないですけど、自分は料理の第一線ではなくて、もう少しカジュアルなステージから始めた方がいいんではないかと思って、自分でいろいろ調べた結果、ワインバーっていうジャンルを知って、そこなら自分でも始められるんじゃないかと思ってワインバーの求人を探しました。で当時住んでいたのが青山だったので、渋谷で食べログで一番点数の高いワインバーっていうので検索したら、シノアっていうワインバーが出て、まあ正直そこまで深く考えずにもうすぐ応募して受かって、そこから次のキャリアがスタートしました。シノアはもともと初代の料理長が洋食出身の方だったので、最初はなんかオムライスとかハンバーグとか、まあ、本当に日本人に馴染みの深い洋食とワインを合わせるお店だったんですけど、そこから少しずつフランス料理経験のシェフが増えてきて、どん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 フレンチの要素が増えていって、で僕が働く頃には、まあ、いわゆる創作フレンチみたいな形のお店になってました。シノワではトータル2年半ぐらい働いたんですけど、ありがたいことに、まあ、当時僕は22歳で入ったんですけど、先輩方は皆30歳オーバーの正統派なフランスレストランで働いてきた方ばっかりだったので、なんか本当息子のようにすごい可愛がっていただいて、まあ、前菜、デザート、魚、肉もう全てその2年半で教えていただきました。そのシノワで僕の師匠と呼べるような方と
出会うことができたんですが、たまたまその師匠が新婚旅行先がシドニーでして、いろいろつてがあったようで、そのシドニーですごく有名な日本人シェフで、あの枠田哲也さんって方がいらっしゃるんですが、その方がその師匠の新婚旅行のアテンドをしてくださって、それで仲良くなったようで、でその2年半で働いている中で、師匠からその哲也さんがやっている哲也図というお店のお話をずっと聞いているうちに、まあ、すごく面白いお店だし面白い国だなと思って、まあ、普通はやっぱり20代っていうのはフランスやイタリアとかやっぱヨーロッパに修行に行く方が多いんですけど、なぜか僕はその時にオーストラリアにすごく魅力を感じて、24歳の時に渡航を決意しました。シナを辞めて半年間はやっぱ英語の勉強をしました。それまであの学年でも英語は最下位なぐらいに苦手だったので、さすがにこのままではいけないと思って、でありがたいことに周りにあの英語が得意な知り合いや、あの実際あの海外に留学してた人たちも多かったので、いろいろあのアドバイスやあの情報をいただいて、まあ、半年間準備してシドニーに行きました。